はい、えー、こんにちは。10月31日、月曜日の日がわりたけびでございます。えー、さて本日、月末最終日ということで、マーケットの方、非常にドル円相場の動向に、非常に注意深く見ていた経緯ございました。朝方、まあ、 朝の3時過ぎでございますけども、インターバンク市場においてですね、アーリーアジア、オセアニア市場が幕開けと同時に、七十75円台、75円の311というような水準をつけていたというような形で、マーケットの中で取り出されたわけでございますけども、安住財務大臣からは、こういったことは注意していないというふうにしておっしゃっていましたが、ま、かなりことせに触れたんでしょうかね。本日の10時26分に、介入の執行指示が出されたということで、 え、ドル円ソバ8月の4日以来のドル高円安水準ということで79円台に現在は推移しているというところでございます。え、さて今後の展開でございますけれども私今まで申し上げてきた通り2点ポイントだというふうにして考えておりました。え、1点目はですね、やはり10月の上旬でございますけれどもオバマ大統領が中国を為替捜査国だと非難していた経緯の中でさて日米同盟を基軸とする中で我が国がそれをまあ 踏襲するというか中国の手法をですね、同じような形で行って、日本もそういうことをするのかというような形で日米同盟に亀裂とまでは言いませんが、かなり遺憾的な 形成になってていく中ででで果たしききるるののかかかかどどうう円売り介入ができるのかどうかそして2点目でございますけれども G20 という枠組みの中で国際協調枠組みの中でなかなかですね市場のレート決生成がマーケットに任せるというような声明がなされていた中で自国通貨安ができるのかどうかここが一つの大きなポイントかというふうにして考えていったわけでございますけれどもやはりですね安住財務大臣も 国内政治という言い方をしたら非常に失礼なのかもしれませんが、ある程度ご留意なされての執行だったと。えー、ひょっとしたら、まあこれはもう TPP やもしくは普天間問題といろいろな絡めていろんな合わせ技あったのかもしれませんが、いずれにしても介入が行われたというところでございます。さて、それではですね、今後どうなっていくのかというところが非常にポイントだと思うのですが、こちらの方をちょっとご覧になっていただけますでしょうか。えー、左側がですね、8月4日の介入でございます。えー、この時はですね、 え、やはり、介入で、もって、サイコロジカルな、ま、心理的な水準、80円水準というところで一つの節目だったんでしょうかね。ここを次元させてという形ではあったのですが、その後は17時の、ま、東京、まあ、その後も介入あったわけですけども、ある程度、17時の東京通貨当局の干渉時間が過ぎて、え、じりじりと円安、ドル高、円高ドル安ですね、失礼。 円高ドル安に、またまた、戻り売り圧力が優勢になったというような経緯がございました。え、さて、今回でございますけれども、果たして、 えー、月足ベースではおそらく、陽線戦備形にはなるんだろうと、いうふうにして見ておりますが、果たしてですね、現状79円の20戦水準、これ現在、まあ、有効でございますけど、この水準を、ある程度、維持させていって、どの程度まで上値に押し返すことができるのかどうか、そして、この、お、時間帯が過ぎた後に果たして、再度、戻り売り圧力というのが、優勢となるのかどうか、こういったところが一番大きなポイントなのかなと、当時8月4日水準と振り返って、 まあ、あんまり相違がないのかなというふうにしてみておりますので、えー、この辺は十分ご注意していただく必要性があるのではないかというふうにして考えてます。えー、その次でございますけど、ちょっとこちらのチャートを見ていただけますでしょうか。 えー、納得のいくまで介入を行うというふうにして、安住財務大臣がおっしゃられましたが、えー、さてですね、大枠で見た場合は、こちらの方もいつもご案内している通りでございますけども、緑の1枠、赤の3枠で囲っております。2007年、えー、もしくはですね、2009年からの長期加工トレンドラインの中での、上値レジスタンスというのは、やはり80円を完全に突破できないと、 大したことないというような形になっております。この大枠のトレンドを否定するような大きな同意を果たして、今回できるのかどうか、上値の設定というようなところでの圧力を感じられますのは輸出企業群ではございますけれども、当然、個人投資家の皆様からの戻り売り圧力というのも当然、意識されるところであります。そういう意味では今週ですね。 はい、たくさんのイベントございますので、マーケット FOMC も含めて、そして各国のいろいろなイベント、そして米国雇用統計とございますので、十分ですね、お取り組みの方にはご注意なさっていただいて、ドル円相場の方ご覧になっていただければと思います。以上、10月31日月曜日の日替わり竹部でございました。